ニーとマリナ人生飛ばしていこう。さあ今日も始まりました、人生飛ばしていこう。いや最近暖かくなってきましたね。暖かいですね。お花見の ねお花見いいですよね。でも沖縄桜咲いてんのかな。沖縄って桜あるのかな。ねえどうなんでしょう。まあでも島内はね桜も咲き出して、まあでもこの放送が流れてる頃にはもう満開、満開とかも散ってるのかもしれないですね。まあ皆さん桜見られたんでしょうが、ね、また今日もね、ゴルフにまつわるこう面白い方をこうゲストでお呼びして、こう人生どんだけ飛ばしているのかっていうのをですね、こういろいろお話をお伺いしたいなと思っています。人生飛ばしている方、人生飛ばしている方ですよね。マリさんは人生飛ばしてますか。うん、ぼちぼちですね。まだまだいけますね。まだまだいきます。そう、もう毎日が僕はもう全力疾走フルスロットルで人生飛ばしますからね。さすがです。はい、頑張っていかなきゃなと思ってます。はいはい、じゃあ今日のゲストを紹介したいなと思います。今日のゲストは、千秋優太さんです。はい、よろしくお願いします。名前をね多分ねもう一回言った方がいいと思いますよ。そうなんですよね。僕滑舌が悪いんでもう一回言いますね。千秋優太さんです。はい、千秋優太です。よろしくお願いします。お願いします。漢字が難しいんですよね。はい、読めないんですよ。千秋ってね、たちのちし、ち、はい、もう毎回説明してって言われても絶対説明できないです。難しい感じですね。そうなんですよ。ところで千秋さんは何をやられてるんですか。はい、フリーで都内で、都内を中心にゴルフのレッスンをやっております。レッスンプロ、はい、レッスンプロですね。ちなみに都内ってどこですか。基本神田を中心ですね。うん、はい、あとはもう出張で、はい、今のところ世田谷の方行ったりとか。出張もやるんですね。はい、出張もやってますね。はい、レッスンプロってかっこいいですよねって言ってます。自分でなんかゴルフ場行ってもね、こうコンペとかでもレッスンプロってこうたまにこう職業のとこに書いてあるじゃないですか。そうですね、ありますね。あれ見るとね、一緒にもし回れるとこうちょっと嬉しいんですよね。そうだ、ワンポイントレッスンだけでもありがたいですね。そう、毎回言っていただきますね。なんかもうちょっとこうしたらいいんじゃないですかとかって言うと、うん、めっちゃ変わったとかって言っていただいて。すごい、はい、そのワンポイントレッスンで変わるってさすがですよね。そうですね、うん、確かに逆に変えられるのもすごいなと思いますけどね。あ、本人が、はい、いやでも素人なんてね。いやそんなもんですよね。欲してますもんね。もっと言ってほしい。そう、もっと言ってほしい。もっと教えてって思いますもん。わかる。そうですよ。ところでその千秋さんはですね、ゴルフ始めたきっかけって何だったんですか。もともと大学時代のバイト先の、うん、社長とか、まあ、社員さんとかがゴルフ大好きで、で僕大学まで野球だったんで、うん、はい、野球からゴルフやり始めた感じですね。え、大学まではゴルフやったことなくって。全くないです。クラブに行ったことないです。バイトは何してたんですか。バイトは空港の、改装業者です。改装、お客さんの車を、うん、空港でもらって駐車場まで運ぶみたいな。おー、そういう仕事がある。そんなんあるんですね。だから高級車バンバン運転してたんですよ。おー、ドキドキですね。大学4年生でベンツ、レクサス、飽きたわーとかって言ってました、ね、やばいやばい。自分のじゃないの。人の車を。そうそうそう、つまんないなーとかって。もっと高級車来ないかな。そう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 。だからそういう方々もね、知り合いというか。そうですね、みんなゴルフ大好きで、うん、はい、で今同級生が3人ぐらいいたんですけど、はい、その子たちが最初やり始めて、うん、僕天の弱なんで俺はやらんわとかって言ってたのに、うん、最終的に一番ハマってるって。らしいですね。そうもはやね、職業になっちゃってる。そう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 。そっからもうすぐにラウンドデビューしたんですか。そうですね、1月、そうですね、12月に誘われ1月にラウンドデビュー。もうすぐに。いや、そうそうそう。1回練習2、3回でやってすぐ行きましたね。1月寒い。ねえ、1月寒いのに。めちゃめちゃ寒い。いや、もう卒業間近だったんですよね。うん。で、大学ももうないし、時間自由だし、みたいな。うん、じゃあ行くぞ、みたいな感じになって。で、そっから3ヶ月間って、
ゼロだったのがいきなり20回ぐらい行きましたからね。その時あれでしょ、野球やってたから、いやゴルフ簡単でしょって思ってたでしょ。めちゃくちゃ思ってましたね。めっちゃ思ってた。そう、あるあるなんですよね。そう、うんうん、なんで止まってるボール打てないんだろうってずっと思ってましたね。ねえ、はい、いや僕もサッカーしてて思ってましたもん、はい、止まってるボールまっすぐ打つのって簡単でしょ、はいはい、って本当そうっすよね。なんで曲がるのって思ってましたもん、やるまでは。ね、動いてるボールはだってね、それこそボレーシュートとかやりますもんね。僕らだって150キロ打ってましたから。へー、ね、すごい、はい、止まってるボールですよ。誰のせいでもないですよね。一番難しい、難しいですよね。ところでその一番最初のラウンドはどんな感じだったんですか、うん、聞きたい。僕一番最初のラウンドで僕125だったんですよ。うまい、うまい、結構頑張ったんですよ。それ OK プラス1足してないとか。足してるんです。前回か。僕の最初のラウンド、これは OK は OK だと思ったんです。あ、OK、あ、そこで終わりだと思ったんです。そう、 OK の意味分かってなかった。 OK の意味分かってなかった。プラス1しなかった。はい。だから僕も120とか30とかなんかそんな感じです。それなりになってたんですね。プラス18みたいな。そう、結果プラス18。そう、僕なんかなんだかんだでなんか小細工が上手くて、アプローチとか、それが一番難しいじゃないですか。100ヤード以内のなんかチョンみたいなやつが上手くて、それなりに乗って、はい、でもパターは全然だったんですけど、うん、だからでまあまあ多分優しかったんですけどね、 OK ラインも、うん、もちろん初めてだからっていうので、ね、はい、それデビューです。そうそうそう、うん、そうそう、それで125でしたね。あ、でこれ俺なかなかいけるんちゃうのと。そうそう、だからみんなからなんか、でも分かんないじゃないですか、100多分聞いてる方もやったことない方は分かんないと思うんですけど、うんうんうん、125がどれくらいすごいのかが分からない、うん、で確かに、だからなんか、いけんのかみたいな、うん、でもまあ楽しかったなみたいな感じですね。それが一番ですね、楽しかった、楽しいのが一番、ゴルフは、はい、そこです、そんな感じでした。え、その時はやっぱドライバーもパコーンと。いやだから、でもなんか後々分かったんですけど、うん、僕父親からクラブに譲り受けてたんですよ、うん、で父親のクラブがあの本当なんかシニア用のめちゃめちゃやわやわなクラブ、ね、で僕みたいなバカみたいな力ドカーンで野球部出身のドカーンでやってたら、うんうん、もう全部右みたいな、ですよね、野球やってたし、そうそうそう、もうだから全然ドライバーほぼ OB みたいな。へー、それでよく、でだからまた全部プラ4プラ4ですよね。あ、そうか、前、はい、前4で、うんうん、もう行くぞみたいな感じで、うん、で小細工うまいじゃないですか。そっか、それなりにできてたから、いいじゃないですか、ある程度ですよ。へー、はい、その小細工欲しい、僕は今。なんかそれ才能なんですかね。いや、でもなんかそれをだからレッスンやり始めた時にうまく言語化しようと思ってやって、だからアプローチは結構得意ですよね、言うのも伝えるのも。でも練習すれば結構うまくなったりすると思いますよ。へー、そうなんですね、はい、練習します。トップとダフリが止まらないです。トップとダフリがね、うん、そうなんですよね、あれ。そう、だからどうすればいいんですかね、ボールの位置とか、うん、まあ、あとはでも結構振りなんかスイングのスピードが全然違ったりするんですよ。私そのパターンです、うん、そう、なんか速くなっちゃう、速くなったりフッて緩んだり、うん、そこですよね、そこが一定のスピードで、一定のスピードで、はい、うん、だ最初、一番最初に僕もそうだったんですよ。はい。で、なんか振り幅で距離変えるんだよっていうのを言われて、はい、何のこっちゃ意味が分かんないとか。確かに。確かに。そうそうそう。でもちゃんと教わった時に、ああ、なるほどってなって、だからスイングはもう一定ですよね。分かってはいるんだけどできない。そう。頭では分かってるんですよ。そうそうそう。それがうまいこといかないんですよ。そうなんですよね。だからそこが、だから振り、もうだから自分のスイング振り子だと思ったけど、メトロノームみたいなもんですよね。やっぱりじゃあリズム感って必要ですかね、これ。ああ、大事だと思いますね。リズム感ないんですよ。だから下手なんだな。はあ、うん、リズム感自分ではある方と思ってるんやけどな。そうなんですよね。あかんか。でも、だからリズムね、あの、ご存知、うん、皆さん、いらっしゃ、リズムのトレーナーさんもいらっしゃるじゃないですか。うん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 。あれでパター上手くなるんだから、リズム、そういうことなんだ、やっぱリズムか、リズムだ、テンポと、自分ではいいと思っててもずれてるんだろうな、リズム感が、そうですね、うん、大事ですね、大事です、音楽聴こう。そこでいいのか。結構面白いですよね、だからやっぱせっかちの人は早いし、うん、のんびりの方はゆっくりだし、うん、
せっかち。とりあえず早く打とうと思っちゃう。僕もそう、そうですね。急いでしまうな。あ、トップするし、ざっくりいくし。どっちもある。ねえ。練習とかも見てても面白いですよね。せっかちの人、本当打つの早いから。プロから見たら、そういうところも性格出てるんですね。いや、全然出てます、出てます。面白い。やっぱ平常心が大切なんですね、ゴルフはね。本当そうですね。一番難しい。タイプが出るから面白いですよね。うん、性格が、なんかよく言うじゃないですか、性格が見えるみたいな。見える見える。狙い方とかね。そう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 。うん、遅い人、遅い。長い人、長いし。素振り何回するんですか、ね、変わんないよって言ってた。思うでも言えないっていう。そうですよね。そうなんですよね。うん、だってその人よりも下手なんだもん。そう。長い人に限って、うまかったりしません？うまいから、うん、スロープレーなかなか注意できないっていう。そうですね。確かにあるな。言えない。試合とか超長いっすよ。あ、試合はね、またそう、うん、真剣ですからね。まあ確かに。アマチュアの試合でもめちゃめちゃ長い人、長いっすね。へー。それリズム狂わされちゃいますね、同伴者の人ね。あるが。そうそうそう。まあそんな志崎さんですけど、そう、ゴルフやっててなんか、いろんな人とね、出会ってると思いますけど、良かったことって何かあります？ゴルフやってて良かったことは、うん、なんかでもやっぱり、まあ普段し、絶対会えない人と会いやすいっていうのは、うん、それありますよね、ありますね、ゴルフ、うん、で、まあ僕なんかそれこそ、ちっちゃい時から野球ずっとやってて、うん、もう球場で見てた元プロ野球選手とゴルフ回れたりとか。それはすごいですね。絶対ないじゃないですか。絶対ない。普通の生活してたら絶対ないんで。ですね。もうフェンス越しにね、見てる。そう。あえても。はい。それこそね、日本代表の試合、今ね、WBC やってましたけど、うん、はい、そこでやってた方と一緒にラウンドさせていただいたりとか。いやー、すごい。それはでもすごい、あれですね、引き寄せですね。そうですね。うん、だから逆になんか、そこが一番テンション上がるみたいな。確かに。ゴルフじゃなくて。そうなんですよ。ゴルフって、ね、いろんなスポーツ選手やってるんですよね。だからサッカーもやってます。もちろん野球の選手もやってますし、もう、この前だとバレーボールの選手もやってましたし、バスケの選手もやってますし、不思議ですよね。ゴルフでみんな仲間になれますからね。それがだからやっぱりすごいですよね。だし、なんか20代前半でゴルフやってますって言うだけで、うん、じゃあお前来いっていうのを言っていただけるっていう。確かに。そっか、あれ20代なんでしたっけ ?29 歳です。忘れてました。どうしても私年上に思ってしまうんですけど。そうそう、よく言われるんですよ。よく言われるんですよ。そうなんですよ。はい、見えない。もう皆さんに顔を見せてあげたい。、はい、それはもういつでも見ていただいて。あ、 YouTube ね、出るけどね、顔は出ないですもんね。そうなんですよ。そうそうそう。え、ちなみにその一緒に回ったその野球選手はどうでした？すごかったですか？いや、なんか、まあ、今解説とかもされてるんですけど、うん、もうそのまんまですね。変わらないんです。面白い。へえ。人間性がね、見えてくるんですよね。すごい面白い方でしたね。ドライバーがすごい飛ぶんですか？いや、飛びますよね、やっぱ。どれくらい飛びますか？いや、でも300ぐらいはもう軽く。へえ。すごいですよね。はい。だし、やっぱ、アイアンとかも番手1個違うみたいな。へえ。1個だけなんですか？プロからしたら1個なんだ。あ、まあ、そうですね、確かに。アマチュアと比べたら多分。多分ね、2つ3つ変わってくるんだろうな。インパクトもちょっと強っみたいな。いやー、いいですよね。やっぱそのアスリートのね、ゴルフって、僕も何回か回ったことあるんですけど、見てて面白いんですよね。うん、その球筋が違うんですよ。その。ああ、そうですね。よく言っていただきますね。なんか、なんですかね、まず音が違うし、ボールの出る初速ですかね、もう違うし、球が落ちてこなかったり、めっちゃ飛ぶんですよ。それは筋力があるからってことですか？それとも使い方をやっぱり分かっちゃうんですか？どうなんですかね。僕はね、僕も野球選手だったんですけど、多分あれ、体の使い方じゃないですかね。もう分かっ、普段。バッティングとなんか、とどっか似てるところがあるんじゃないですか。なるほど、なるほど。多分。
入れる力の入れるポイントが分かってさえすれば、うん、ああよく言いますよね、はい、インパクトの瞬間だけ、はい、ね、うん、ちゃんと握って、ね、はい、それができれば、まあでも男子プロとも会った時はもうすごかったです、とんでもなかったですね。へえ、あのプロゴルファー、あ、そうそうそう、本当の本当のツアー出てる男子プロの方と回していただいたんですけど、うん、回していただいたっていうか僕の義理の弟がプロなんですよ。あ、そうなんですか。で一緒になんか練習ラウンドとか行って、はい、ちょっと行こうぜとかって言われて行くんですけど、うん、もう嫌になりますよね。へえ、そんなに違いますか。すごい。で僕ですら、僕も多分280から300ぐらい飛ぶんですけど、そうですね、うんうん、50ヤード置いてかれますからね。やドライバーフルショット打ったら、じゃ320ヤードとかだったらワンオンチャンスやん。いや、だからもうアイアンですよ。だからレギュラーティーから回んないですね。回れないです、逆に、つまんないですもんね。も確かにドライバー握らなくなっちゃいますから、チャンピオンティーじゃないと、はい、だし絶対なんか、なんかドッグレッグの木のなんか見えてないとかあるじゃないですか、うん、狙うんですか。絶対僕らでは左から行くのに、はい、ありえない方向目狙ったりとかするんですよ。あもう上越していくって、ね、上越していく、うん、でもそれをちゃんとやるからすごいですよね。うん、宣言通り。うん。やっぱプロはすごいな。プロはプロですね。まあ、どこもそうです。何のね、スポーツでスポーツでもね。確かに、ね。野球もサッカーも同じですけどね。うん。うんうんうん。すごい。プロはやっぱり。ね、大谷くんとか別格じゃないですか、もう。そうですね。大谷くんがゴルフやったらどんな感じなんだろうな。やってるんですかね。どうなの。いや、どうなの。ね、見たことないですけどね。なんかニュースが出ないですよね。出ないですね。なんか普通よくね、オフシーズンとかね、うん、農会とかやってるけど、なかなか。めっちゃ飛びそう。めっちゃ飛ぶんでしょうね。うん、か、全く当たらないか。当たらないか。どっちか。そう。確かに。あんだけもう動いてるボール簡単に170ヤード飛ばすのに、ね、170メートルか。そう。飛ばすのに。飛ばしてるよなぁ。左打ちやしね。そう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 。あれがすごい。うん。本当に。見てみたいな、どっかで映像を出してくれへんかな、ね、やってたらすごいですよね、うん、ねえ、そう、そしてね、シャキさん、そうやってね、いっぱいいろんなこと、いいことあったみたいですけど、はい、人生でシャキさんが大切にしてることってどんなことを大切にしてるんですか。まあでもゴルフね、やっててよかったことやっぱ通じてますけど、うん、まあ本当にご縁とかつながりとかはやっぱり、うん、だしそれをなんか、まあ僕が29歳ですけど、それよりまあ若い方というか、うん、ゴルフ一回やるだけでこんだけ変わるぜみたいなやつをどんどん発信していきたいなみたいなっていうのはありますよね。うん、まあそうですね、つながりとか、うん、はい、うんうんうん、そういうところできっかけがなんか生まれてきたり、自分の持ってないものを、うん、ね、なんか掴めたりとか、うん、これから新しいチャンスが出てきたりとか、うん、知らないと何も始まらないんで。です、です、です。なので、まあなんかそういったところで、はい、大事にしたいなっていうのは思いますよね。いや、つながりはね、僕も本当大切にしてて、こうやって今日も、こう、ラジオ収録させてもらってるのも、本当ご縁だと思ってるし、うん、こう、顔合わせて、こう、一緒に話すことが、よりこう、関係値も近くなってくるし、うん、そういうことをね、まあ、会うっていうことと、まあ、もちろんご縁もそうなんですけど、こう、そこを大切にしてるんですよね、時間の使い方っていうところで言うと。そうですね。うん。コロナ以降ね、本当に会いたい人しか会わなくなったっていうね。いや、本当そうです。うん。そうそうそう。大人数で食事行くのもなくなったし。そう。うん、本当に会いたい人だけちょこっと会うっていうのがね。ねえ。だいぶね、復活してきましたけど。だからこそこのリアルで会うことの重要さっていうんですかね、うん、その大切さっていうのが改めて感じるんですよ、うん、僕は、うん、なんかゴルフね、なんかゴルフやってると嫌でも仲良くなりません？なりますよ、9時間一緒にいるんですもん。不思議、仲良くならないわけがないですよね、うん、性格わかるし。そうなんですよね、うん、もうこの人と二度と来たくないなっていう人もたまーにいるけど、ああいる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 、まあわかりますから ね、この、うん、はっきりわかりますよね、うん、そう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 。で一緒にね回った人とか別にその後もなんか飲みに行ったりとかもするし、うんうん、ご飯行ってもそれはそれで面白いし、その通り、それがゴルフの素晴らしさなんですよね。それなんですよね、うん、初めましてから
最後には仲間になっていける、ね、そう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 、で飲み仲間にもなるし、そうそうそう、でもお酒飲みながらもその泥酔はしないからちゃんと記憶もあるし、そう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 、飲み会ってね2時間3時間経ってくるとね、うん、だん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 分かってくるそれがないある、そうね、いやーでも本当にゴルフっていいなって、ご縁つなぎのもいいコミュニケーションスポーツだなと思いますもん。いや本当そうです、本当に、うん、まあ、だから僕とかコンペとかね、うん、大人数集めて15、6人とか20人ぐらい集めてやらせてもらってますけど、うん、面白いですもんね、うん、始まる前のあの、あ、よろしくお願いしますみたいな、うん、あのギクシャク感からの、うん、はいはい、終わった後めちゃめちゃ仲良くなってるやんみたいな、 な流れのお付き合いでしたっけやってる方としては嬉しいですよね。それ、めちゃめちゃ嬉しいですね、うん。それがやっぱり。組み合わせ考えるの楽しいですね。あ、この人とこの人相性いいだろうなとか、仕事つながるだろうなっていうね。結構そのゴルフだけやりに来てるっていうよりも、こうみんなこう人脈を広げたいとか、あるじゃないですか。つながりをね。つながりを求めてたりっていうのは、なんかそれは結構感じるんでね。ゴルフコンペもやっぱいいなと思いますもん。いいですね。終わってからとかもなんか、え、最初あんななんかよそよそしかったのに、うん、もういじってるしみたいなそう関係違い、うん、いいことですよ、それが面白いですよね、面白いですね、本当に見てて、はい、まあ、そんな千秋さん、はい、これからの夢もちょっと教えてください。29歳まだまだ若いと思いますけども、いやもう夢しかないんですけどいいですね、夢しかないいいですね、はい、まあなんか本当にその、なんですかね、まあ、たまたまきっかけはゴルフでしたけど、うん、で僕実はもともと学校の先生やってまして。何の先生で？高校で体育の先生。そうなんですね。やってて、でまあその高校生とか、まあ若い人たちとかを、と一緒に接してる中で、まあまあその、今もね、そのゴルフを使ってつながりを作るとかっていうのもありますし、なんかそういうのをきっかけとして、まあゴルフっていうのは一つツールなんですけど、そういうのをどん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 作れるような、展開をしていきたいなっていうのはすごいありますよね。素敵。あとは手段としても、あの海外でどんどんゴルフみんなで行くぜっつって。海外なんですね。海外でも日本でももうなんか行こうぜっつって。もうどこでも海外も国内も全て含めて。そうですね。で、そして、またね、点々とツアーとかやってたら、そこでまたその近くの人らがまた集まって、うんうん、どん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 仲間作りが始まって、はいはいはい、広がりますね。それがめちゃくちゃ楽しみだなっていう。もう日本中、世界中に仲間ができていくっていう。そうですね。はい。そういうのやりたいですね。で、年いって、もうこう、シニアになってきたら、もう電話か一本で。そう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 。もう旅行がてら。そう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 。ゴルフ行って、友達と仲間と一緒にやっていくと。そうなんですよ、そうなんですよ。いいですね。はい。そういうのなんかね。うん、まあ、だから、ね、一番楽しいツールとして、みんな共通で、ゴルフっていうのがあったので、うん、はい、そういうのもあってね。いや、ゴルフはもう本当にね、もう80歳、90歳になっても全然できるスポーツですしね。いや、そうなんですよ、うん。世代問わずなんで。障害スポーツ。ね、3世代でできますからね。それが素晴らしい。すごい、本当に。そんなスポーツ他にないですよね、うん。ない。ない、ない。ないですよ。だし、いつ始めても遅くない。そう、それがまた全然素晴らしいですよね。それはいい。60歳になってから始めたとかいう方もね、いらっしゃる。そうそうそう、全然いますよ。うん。いや、ゴルフと出会ってよかったな。本当に、このご縁に感謝、うん。このご縁に感謝ですよ、はい。なので、それで飛ばしていきたいなと。いや、もう。さすが。さらに飛ばして。はい、飛ばしていきましょう。飛ばしていきたいなと思っております。うん、はい。はい、いやー、楽しい時間はすぐに過ぎてしまいますね。あっという間。あっという間ですね。まだまだいろいろ聞きたかったけど、ね、止まらない。またどっかで時間作っていただいて、ね、またゲストとしてね、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、今週はこの辺りで終わりにしましょうか。はい。はい、では、今週のゲストは千秋裕太さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。またね。バイバイ。